もそも生まれたその時に、おさんばさんの手を握り、こんばんお暇と聞いたなら、間に合ってますと断られ、あー残念、それからどうしたの。入学早々お隣に座ったちょっぴり可愛い子、20年後の結婚を迫ってあっさり断られ、あー残念、それからどうしたの。会社のデスクは見合いの場、花嫁候補の数つきぬ、社長の司書から給仕さん、掃除のおばちゃんにも断られ、ああ残念、それからどうしたの。泣き泣き親父をかきくどき、やっと決まった婿養子、どうにか結婚できるなら、この際贅沢は言いません、あーよかった、本当によかった。と聞くとは大違い、もらった女房は大不作、何の因果か因縁か、俺の女運悪すぎる、ああ